宗政ま一郎は、日本の元サッカー選手、サッカー指導者。広島県広島市中区出身。現在、日本サッカー協会理事、中国サッカー協会専務理事、広島県サッカー協会副会長県専務理事。1957年7月30日、弁護士、総正美さん日本弁護士連合会副会長、広島弁護士会会長。 広島市法律顧問等を務めるの長男として、広島県広島市中区に生まれる。大学卒業後、周りから政治家への道を進められたが実現にしなかった。サッカーが盛んな広島に生まれ、広島大学付属市の飲め小学校の時にボールを蹴り始めた。小中学校では、優秀選手にも選ばれる実力であったが、父親の反対に、 より一旦サッカーを断念する。その後、約2年間のブランクを経て、名門、広島国体寺高校2年生の6月に、遅まきながら復帰した。大学でも部活動は継続したが、当時日本には、プロサッカーがなかったため、サッカー選手は、諦めようとしていた。しかし、入社した、東洋工業で熱心な勧誘を受け、右よ曲折あったが結局本気で、 サッカーに打ち込むことになった。1989年まで選手として、全国レベルの大会にも数多く出場して、活躍した。1990年、松田 SC 東洋クラブ、当時日本サッカーリーグ松田サッカー部下部組織の若手、育成チームで、J リーグ発足に向けて、優秀な選手がたくさん在籍していたの監督に抜擢される。その後、 J リーグサンフレッチェ広島の発足に伴い、新生松田サッカー部の監督に任命され、1999年に、シリーズ区まで社会人サッカーの全国トップレベルのチームの指導者として活動した。その間、広島県国体代表チームの監督にも数度任命され、広島県のサッカーの向上に努めた。2001年にを退社し、 2015年までプロのコーチとして、宗広島 FC の代表者の方わら、広島県サッカー協会の各種委員、テレビ解説等、幅広く活動。毎年1から2回イタリア等のヨーロッパに直接出向き、最先端のサッカーを研究した。2005年日本サッカー協会公認 S 級コーチに認定された。広島県では、 初のサンフレッチェ広島関連以外の S 級コーチとなる。主な戦績から1997年より広島県サッカー協会の各種委員を歴任。2016年に常勤の事務局長、2018年に専務理事、2020年には専務理事との兼務で副会長に就任した。その他にも日本サッカー協会理事、中国サッカー協会専務理事等、 多くの養殖を務める。高校一年生の時、学校近くの本通りを通学中に、俳優にならないかと、スカウトされた。無類の車好きで、大学卒業後 U ターンして、地元の自動車メーカー、東洋工業に入社したのも、その影響が大きい。入社から退社までの20年間一貫して、購買本部に所属し、自動車部品を呼び、 資材の調達等を担当した。趣味は、イタリア社。2001年の松田大社後、サッカーの仕事で、たびたび、イタリアを訪問するうち、イタリア社の魅力に取り憑かれる。一方で、芸能界の大御所、坂井正明の影響を受けて、クラシックカーにも、興味を持ち始める。坂井正明とは、指定関係にあり、常時アドバイスを受けたり、何かにつけて、 行動を共にする間柄であるが、それによりますます、クラシックカーに没頭していった。2011年から2015年にかけて、春、秋2回行われる、ラフェスタミ・レミリアへの出場が認められ、毎回参戦した。2012年12月、ベテランカークラブ東京の会員に登録される。2013年5月、坂井正明の多大な尽力により、 狭き門の本場イタリアミレミリアへの出場を果たした。翌年の2014年にも連続出場している。食も、趣味の一つ。世界の食文化に造形が深く、2018年2月に、フランス・パリに本部があるラシェーヌで、ロティスール協会の日本本部副会長を務める境、正明の推薦を受けて、東京会の会員に名を連ねた。東京会は、 素晴らしい料理とワインの進化を認める世界中の料理人や美食家たちからなる伝統と格式を持った国際美食団体会員になるためには2名の会員の推薦を必要とし指名を受けた後フランス評議会において正式に就任を認められなければならない協会員にはロティ調理人の誓いを立てた上で フランス本部よりその会議を表す気象が与えられる。ありがとうございます。